こんにちは、あやです。今回の企画は新型ノートオーラ高速レビュー。まあ、ノートのオーラです。はい、試乗車お借りできたので、普通の走行レビューっていうのは社長の方がしましたので、うん、私の方は高速道路の高速レビューを撮りたいと思います。はい、なので、まあ、高速に入る前に私もちょっとこれ運転するの初めてなので、うん、一般道の方も少し軽くレビューしながら高速に乗って、うん、高速でのモード違いだったり加速だったり、まあ、回生ブレーキの感じだったり、まあ、これクルーズコントロールついてるんで、うん、こちらの方も使ってレビューしていきたいなと思います。はい、それではレッツゴー。はい、では高速レビューの前に、うん、ここ一般道なんですけど、はい、一応60キロ制限の道です。うん、どうですかね、その安定性とか。安定はすごくしてるよね。うん、そうだね、なんかあれね、後ろに乗っとっても乗り心地の良さとか、うん、そのふらつきとか全く感じないし、うんうんうん、やっぱ快適ですね。快適ですか。はい、いい感じですね。うん、これ今ワンペダルにしとるよな。これはね、ワンペダルはないよね。え、なんで？ないんですよ。え、オーラはないの？っていうか、一応この間ディーラーさんで聞いたところ、うん、ワンペダルはないそうです。あ、完全には止まらないってことか。そう、減速はするけどみたいな。そうそうそう。でしかも今走ってるのはこれ、ノーマルモードで走ってるんですけど、うん、このモードによってその減速、その回生ブレーキの強さだったりがいろいろ変わるっていう感じで。あ、なるほどね。ちょっと車線変えますね。そうだから、うん、このノーマルモード、うん、この間あげた社長のね、走行レビューの方を見ていただければ分かると思うんですけど、うん、そのモード別で結構いろいろ違うっていうので、このノーマルはまずその回生ブレーキがほぼない。でもスポーツモードだったりエコモードだったりするのは結構回生ブレーキがしっかり効くっていう感じ。あの、そうか、スポーツモードも回生ブレーキが効くんだ。そう、しっかり効きます。あとはそのスポーツモードとエコモードの違いっていうのは発進するときの違い、うん、そのパワーの出方が違うのかなっていう感じなんだけど、お、今回生ブレーキが使われております。でもこの体感的には、あ、すごく回生ブレーキ効いてるなっていう減速加減はしないです。はい、じゃあ高速乗ります。はーい。さあ、ここから40キロ。はい、急に40キロに下げるのはちょっと難しいんですけど。そうだね、減速して40キロですね。今アクセル離してたんだけど、うん、こうギューっていう回生の感じはなかったね。まあでも回生が全くない車よりかはやっぱこうエンブレがかかっている感じはするね。そうだね、あの普通に何にもなくスーッと行っちゃうっていうよりはエンブレがこうちょっと強めに効いてるのかなって感じ。うんうん、よし、20キロ弱からのここは40キロの加速。はい、もう難なく40キロまではね、普通に出ますよね。出ちゃうよね。坂道を登ってても、うん、全然このモーターだけで走ってるね。おお、本当やな。これぐらいのスピードだと全然余裕なんかもね。ね、よし、こっから合流してきますよ。はい。お、やっぱちょっと踏み込むと、うん、もうエンジンかかりますね。うん。どう、加速の感じは？めっちゃ滑らか、スムーズ。加速しても全然うなることがなくって、うん、全くそのエンジン音も逆にずっとさ、ホンダさんとかはさ、逆にちょっとエンジンの音がちょっと出とるような。そうだね、そんな味付けやったけど、うん、これはマジでエンジンの音が全く聞こえない状態をずっと。すごいよって感じ。うん、全然音がしない。しかもこの外の音も全然入ってこなくて、うんうん、そうやな、遮音性めちゃめちゃいいからさ、うん、安定してますね。めちゃめちゃ安定してる。今これ緩いカーブに入ってるけど、うん、これもすごい安定してふらつくこともなく、うん、ハンドリングもすごい楽だし、
やっぱこう全体的に安定してるからだろうね。うん、今一応80で走ってたんですけど、うん、一応ここは100キロまでは出せるということで。そうやな。ちょっと100キロまで加速してみたいと思います。お願いします。じゃあまずは車線変更します。はい。全然さ、この加速してる感がない。変な言い方だけど。いや本当だから、本当スピード感を感じない。さっきと一緒のような感じ。そう、うん、全然その40キロの時ともあんま変わらない、うん、うおーすごいスピード出てるわみたいな感じがなくって、すごくない？それってすごい。加速も速いけど、うん、速いのに速さを感じさせん。もう本当高級車あるある。さっきのりちゃんがみたいに、うん、そう、ゆっくり加速していったらさ、その間違い分かりにくいんで、うん、そうだね、まあ、あるあるかもしれんけど、加速も速い上にその感じが分からないっていう。またね、シートも私結構好きなぐらいな硬さしてて、これ、うん、硬すぎずでも柔らかすぎず、すごくいいです。これこれは全面カワイのシートになってるんだよね。そうですね、これはレザーエディションっていうやつなんで、うん、革のやつになっておりますが、よし、またちょっと100キロまで加速してみたいと思います。すごい。よいしょ。不思議な加速感。なんか逆にベタで踏み込んでも、うん、グンっていかないのかな。これはもしかしてノーマルだからかもしれないよ。ああ、それはあるね、うん、逆にスポーツとかにしたらもっと加速感っていうのが分かるのかもしれない。じゃあ次は、うん、ちょっとモードを変えてスポーツモードで、はい、その100キロまでの加速感がどう違うのか、うん、じゃあ今90キロ、はい、この10キロプラスどんくらいになるのか行きます。はい。ああ違うね、うん、やっぱ多少変わるね。うん、加速感っていうのはより感じられるのだったかな。うん、あとやっぱ100キロに達するまでも早かった気がする。早かったし、やっぱちょっとうなったね。ちょっとうなった、うん、エンジンの感じを感じましたね。はい。じゃあ次同じようにエコモードで。もうすごいな、何回生ブレーキみたいな。走りながらもモードを変えるとグッと体が違うけどね。すごい。踏んでるのに進んでる気がしない。あら、そう、なるほど、うん、今のは踏んでました？逆にみたいな。いや、ほんとそんな感じ、うん、あの踏み込み的には一番踏み込んだ感じがするし、踏み込んだ時間も一番エコが長かった気がするけど、うん、めちゃめちゃこう、って感じで。そうだね、なかなか100キロに達しない感じ。わざと完全に制御されてるのが、うん、すごい。なんか踏んだら踏んだ分だけ制御が入る、強く入るみたいな感じ。さすが燃費モード、すごいです。あー、でも高速だったら、うん、ノーマルで走るのが一番楽かもしれない。そうなんだ。その回生ブレーキのことを考えると、うん、やっぱちょっとあった方がいいな、楽だなとは思うんだけど、うん、でもこの踏み込むアクセルの感じを考えるのはノーマルが私は一番好きかもしれないな。追い越しもあの怖くない？別に。うん、全然怖くない。今度はクルーズコントロールを使ってみたいと思います。はい。ここ一応100キロ制限なんで、うん、こっちこっち、はい、セット完了。お、セットはめっちゃ簡単。ここのねやつをクチクチっとするだけです。はい、楽ちん。アクセル、アクセルもオフしてる。オフしてます。私は足なってません。今ノーマルモードなんだけど、今ここは微妙な坂道、はい、今のところ100キロキープ、1回も下がることなく100キロキープしております。もういいね、いいね、ぐんぐん進みます。さあ減速するのでしょうか。一応ブレーキの上に足を乗っけときましょう。しないね。レーダーついてないのかこれ。え？そんなことはある？すいません、やり方が間違ってましたね。これで100まで上げようか。はい、100セット。はい。
なるほど、この表示ですね。うん、さっきの普通のクルコン。そうだね。でこれはレーダークルーズということで。なるほどなるほど、あのオートパイロットのやつかな。そうやな。あ、すごい、ハンドルも動いてる。あ、ほんと、うん、アシストしてくれるんだ。すごい、レーンキープしようとしてて。しかもこれ車間も多分これもうこの距離でって感じだと思う。保ってる、うん、逆にその緑の下げると多分もっと近くまで行くよな。そうだね。おー、すごいね、しっかり。しかもすごい分かりやすい、うん、表示が見てパッと分かるよね。うん、どれがどうなってるのかが分かるから、これはいいですよ。はい、いかがだったでしょうか。高速ではちょっとエコだと重たっこいってほどじゃないんだけど、合流するとか加速しなきゃいけないところ、うん、追い越しするとかいう時にはまあノーマルだったりスポーツの方が気持ち的には余裕があっていいのかなっていう感じでした。はい、でも全体的にすっごい安定してるし、うん、このトルクある感じがすごいするから、うん、低速からの加速していく時がすごくねいい。しかもそのすごいグッと加速していく感じじゃないから、乗ってる人にとっても運転してる人にとってもすごく優しい車だと思います。実際のりちゃん後ろに乗ってたけどどうだった？本当ね、何もストレス感じることなく快適に乗れました後ろも。素晴らしいですね。やっぱ同乗者がこう負担になったりストレスを感じるっていう車はあんまりいいとは思えないので。そうだね、私的にはすごくこのノートオーラ良かったと思います。はい、内装もねちょっとかっこいいし、その辺の細かいレビューの方はノブレスチャンネルの方で紹介してますので、はい、そちらの方チェックしてみてください。よろしくお願いします。じゃあ次回の動画もお楽しみに。楽しみに。